TRW クランタン FC は、マレーシアクランタン州コタバルを本拠とするサッカークラブである。TRW は愛称であるザレッドウォリアーズの略である。以前は、クランタン FA、つまり、クランタン州サッカー協会が保有するクラブであった。クランタン州サッカー協会が保有するチームとしては1889年に創設されたが、 現在のクラブの形になったのは1946年。2010年にはマレーシアカップを獲得。2011年にはマレーシアスーパーリーグとチャリティーシールドの2冠を達成し、AFC カップ2012への出場権を獲得した。2018年シーズン、スーパーリーグで11位に終わり、マレーシアプレミアリーグ降格が決定した。クラブを化して、 サッカー協会から分離することがファムクラブライセンス交付に必要となったため2020年クランタン州サッカー協会はクラブの運営会社であるザレット・ウォリアーズ SDNBHD を設立9月にノリザム・トキマンが TRW 社を買収してオーナーとなったクランタン FA は1957年に建設された2万5千人収容のスルタン・モハメド四世スタジアムを 使用しているが、現在クランタン州の州都コタバルの南 33km のところにあるパシルプティに4万人収容の新スタジアムを建設予定である。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。